皆さんです。明治末期、岩手前沢の地に一人の男が現れる。武士でありながら百姓もし、行列を率いた男の人生最後の大仕事。民衆と作る一本の坂道の行く末はいかに。さあ、それでは5チーム目になりますね、決勝ステージ。それでは準備が整いましたらスタートしてまいりたいと思います。それでは参りましょう。交渉連の皆さんです。どうぞ。交渉連です。よろしくお願いします。2024クレナイザと構え。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。時は明治の末の頃、岩手前沢に一人の男がいたそうだ。その男、かつて武士であり百姓でもあったが、何の因果か弱い70超えてから未開の坂を切り開こうってんだから、さあ大変だ。人生最後の大仕事、どんな結末迎えるか。いざ始まり、始まり。ありがとうございました。交渉連の皆さんでございました。